え、画面の方全然出てへん。めっちゃポケットしとったわ。初出場ですね。え、ちょっと俺これ持ちたかった、うん、こっち画面の方全然映ってないっすね。ね、めっちゃ真顔やったっすね、今。完全にエイジまだかなみたいな感じで思いっきり見てましたけど。いや、ほんまびっくりした、はい、まあこっちにね、今あの画面が映ってない状態のまま、はい、本日もメンヘラチャンネル始まりましたけども、どうしよう、紹介しようかな、それとも紹介せんといこうかな、紹介せんと CM だけぶち込もうかな、どうしようかな。紹介は、いいよ。これで逆に知られてなかったら俺プラパやめるわ。誰みたいな。誰みたいな。一回プラパってやめるわ俺。そう、サク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 サーみたいな流れてるんやろな、今、うん、でも初めましてですね、はい、ほとんどほとんど、はい、紹介しましょう、はい、いやもう知らない人はいないでしょう、ほぼほぼ。そうですね、はい、プラズマパーティーがね、誇る、はい、1200万プレイヤー一条トーマ主任がやっとメンヘラチャンネルに降臨ということで、よいしょー。あ、それただね、これ1200万とか先に言われるやん。はい、先月ナンバー6やからね。いやま、まさか、あのいや、マジでね、ワンプレイヤーの、じゃまた後で話すんですけど、はい、それはね、なんか心理的なところいろいろあってね、はい、出勤ができなくて、はい、なんで、ちょっとね、売り上げの方がゴミクズやったんでね。まあ、その深い理由は後ほどということで、はい、まあじゃあ、いつもやって1時間これやんねやろ。1時間こういうのやりますね。1時間こういうのやります。きついわ、マジで。だから合間合間に、なんかあの、増え付きグループを宣伝する CM とかなんかそういうのやったり。それ何分ぐらい流れる？15秒いい、きついよ。めちゃめちゃ金払ってんのに15秒きついわ。1時間エイジと一緒だわ、マジで。ほんまに悪口やで。しかもそんなにめっちゃ絡みが長いかつはそうでもない。え、ないよ、全くねえよ。ちょっとドキドキして。いや、ミスで一番薄い方や。やめてよ、絡んでよ、ほんと。いや、ほんまにね、エイジの寝顔も起きてる顔も全然変わらんから。それぐらい見たことは、見たことは、見たことある、見たことある、見たことある。ギリ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 見れたもんじゃないですけどね。コメントだけ見えてんのよ。うん、そうやね。いまだにでも俺らの顔ここ映ってないから、あの、そうです、コメントは見えてるんですけどね。今もし俺前歯とかに青のりついてても気づかんから絶対言わんだよ。マジで。見えないかと思ってディスってたわ、やめろ、うん、これ見えとんねん。1時間エイジと一緒だおって書かれてますもんね。いや、ほんまにこれだけは苦行みたいに書くんだ、苦行みたいに。いや、しかもね、今何人見てるんか分からんけど、はい、俺多分途中で帰るよ。あら、きついきついきつい。それはどちらが1時間という時間帯なのか、それとも1時間エイジと一緒というところ。多分ね、はい、後者です。予想はしていましたし、期待もしてましたけど、改めて言われるとちょっとズキッとこの辺りが。エイジでも最近ちょっと面白くないからね。それね、めっちゃね、言われるんですよ。ほんまに、なんか前までこれニコ生のなんかちっちゃい、はい、なんていうの、あの動画とかさ、ツイッター流れてて、はい、あー、エイジ面白いなと思ったけど、最近クソ思んねえ。マジで、ほんまにただのおっさん。まあまあまあ、おっさん、おっさんの年齢ですけど、ただのおっさんではないでしょ。やばいよ、なんか服装も毎日一緒じゃない、はい、一緒ではない、一緒ではない、一緒ではない。ちゃんとあの、一瞬ヘアメしてる感出してるハットの被り方やめてもらえない。確かにまだヘアメ行ってないんですよ。いや、ちょっと髪型変えてみたんですよ、変えてみたんですよ。ほら、もう面白さを取り戻せって言われてるよ、お前。あー、なるほどね。そういう風に視聴者の意見がそういう感じで来てるわけですか。そうですよ。なるほど。スタッフさん、今日あの音楽準備だけお願いしますね。かっけえ、かっけえ。初心に初心に戻ろうっていうことで。ただ今日なんか BGM もメンヘラチャンネルって言われに、なんかすごい軽快な。いや、ほんまになんかどこの服屋に服買いに来た時みたいな。ええ、すごい完全に。俺こんな感じなんて知らんかった。俺なんか最初はなんかちょっとメンヘラチックな音楽流れたり。何メンヘラチックなんて。あの、ミオ山崎の知らんわ。時々あの、夏木さんのシャンコの時に使ってるあの、すごいなんかもう、や、私やってますみたいな歌詞の曲。いや、知らんわ、椎名林檎ぐらい知らんわ俺。あ、まあけど現代版椎名林檎みたいな感じじゃないですか。あ、ね、雰囲気としてはとか、なんかあの、まあ、フリースタイルダンジョンとかいろいろ流してたんですけど、今日めちゃめちゃポップ。フリースタイルダンジョン流したらやばすぎるやろ。フリースタイルダンジョン流すっていう。いや、まあまあね。でもこれあれよな、コメント誰が書いてるか、誰っていうか、まあなんていうユーザーの人が書いてるかっては一応わからないんですよ。 ID でなんか判別はできるんですけど、 ID がわかるから、はい、あれよな、なんか同じ人ばっかりから悲しくなってくる。そうですね、だから基本的に ID 一緒でなんか全然違う内容、なんかまあ、トマ君イケメン ASO みたいな、なんか全然逆のこと書いてても ID 一緒って。もう業者の匂いがすごいするみたいな。もうナイトチューブのスタッフさん、もしくはうちの従業員が
ていう会話もね毎回してるんですけど、はい、うん、そういう桜がいるんじゃないかっていう。あね、はい、だからあの初登場の子とかは、うん、え本当に桜とかいるんですかみたいな、あ結構ねビビってたりして、いまだに俺ちょっと自分の顔出てこないからもう自分の携帯で見たろうかなと思ってるもんね。あ生放送を生自体、ね、前代未聞のやってるやつを自分で見る、こういうふうにやりながら映ってるよみたいな。あちょっと携帯貸して、あじゃあ喋ってたな、はい、ねまあちょっと放送開始5分経ちましたが、まだあの映像の方はね復旧してないですけど、そう本当にちょっと戸惑っております。今日めっちゃイケイケやん。今日は海外から放送なの。海外から。え今これ背景ってどうなってます？なんかおーい、めっちゃ映った、映ったけど、あプリンすごい。なんかこうちょっとあの映ってる画面通してみるとなんか雰囲気変わるなっていう。ただどこですかこれは。えすごいな、なんか、はいはい、今日は、シンガポールからお送りしておりますけども、はい、エイジだけはほんまにやわんな。でもそうですね、なんやろ、自分でもなんかこう違和感しかないっていうね、うん、絶対に俺行ったらあかん街なんやろなっていう、しみじみと。でもさ、この、はい、これだけの高層ビルがいっぱいあって、はい、俺らどこにおんの？浮いてますよね、完全に浮いてるよヘリコプターとかいう定定の名もほんまにもうめっちゃぴったり止まるバチッっていう、そうタケコプターレベルの。いやエイジと嫌やな外国だけは。なんでなんでなんだってさ、はい、どっちなん、ね、どういうことですか、どういうことですか。ジャパニーなのかコリアーンの、あーコリアーンの方ですか、はい、先日もねあのちょうどあったんですけど、僕はあの今年29になる年なんで、あとね3年ぐらい、うん、あと3年ぐらいちょっとあの兵役から逃げ切らないといけないっていうね、あの韓国人男性なら誰しもが通る道、2年ぐらい軍隊に知られる兵役っていう。なんかね、まあ僕日本生まれ日本育ちなんで、まあざっくり言うと別に行かなくてもいいっちゃいいんですよ。あ、これか噂のメンヘラっぽい。あ、これです、これです、これです、メンヘラっぽい。まあ行かなくてもいいんですけど、僕ちょっとこういう理由があるんで、ちょっと行けそうにないっすわっていうなんか申請をして、あ、じゃあしゃあないね、オッケーオッケーオッケーって言われたら行かなくて。ただ僕この前のパスポートの更新に行った時に、あれ平均行かれますみたいなこと聞かれて、いやちょっと行けないですかねみたいな、ちょっと行けないんですねみたいな話した時に、ちょっと興味持ったりしちゃうのやっぱ、そのやっぱ血を受け継いでるわけ、はい、はいはいはい、血がざわつくじゃない、ない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 本当に日本に生まれてよかったと思ってそろそろ一人ぐらい行っとこうかみたいな前代未聞すぎるでしょ。なんかホストとしてもそうですけど、英字家的にも初ですよ。えみたいな。お父さんもおじいちゃんも言ってないけど、あんた行くみたいな。あんた平気ちゃうみたいな。マジかでも、英字似合うやん、なんか迷彩とか。だって自然と溶け込みそうな顔してます。キューとかがこうやっとったらもう、あれもう完全に目のサイズだけでね。本当に目のサイズだけで。木の年輪か。いや、迷彩絶対着たくないし、本当に。本当に行きたくない。いやね、本当にもう、うん、ねえ、コメントって伸びひんな。なんか拾いたいのはあんねんけど、拾いたいねんけどさ、はい、全然、なんて読むのこれ、これに関してもほふく前進でプラズマに出、ね、しかも出勤じゃなくて出動って書いてますよね。すごいなんか軍隊チックな書き方してるけど、ね、いやー、そう、申請通るのかなって心配してもらってるんですけど、今申請中なんですよ。だからリアルな話、このね、申請通らなかったら、ちょっとあの、明日からエイジ2年ぐらい作らせてもらいます、みたいな。まあ、でも、店側からしたら、まあ、行ったところでいい。マイナスになれ俺2年不在でマイナスになれいや、面白くないやん、そんなこと。いや、面白い、面白いですけど、確かになんかエイジ平気で2年。そっちは面白いよな、だって。いや、面白いですけど。2年後多分お前の初回指名めっちゃ多いな。どんな感じにみたいな。おい2年後プラズマーな、初回指名からの飲み直しからの指名替え、はい、うん、はい、あの一旦見れたからもういいやみたいな、もう5分でいい5分の前話満足するもん。いやでもなんかすっごいムキムキになって帰ってきたら夜の方とかどうなのみたいな、枕とかどうなのみたいな感じで、いやもうすごいよ、すごいよ、一番風俗嬢に嫌われるガシマンですよ、もう完全にガシマンとパワーに任せた、完全にもうテクじゃない、パワーパワーよ、持ち上げるから、好きなタワー駅弁です、最悪ですよ
あ、なんか僕も結構ストイックすぎて、それなんかすごいガシガシいっちゃうんやっていう。普段どんだけサラッとしてるか伝えたいですよ。でも指入れた手で体持ち上げるぐらいで。もうなんか今日下ネタが下ネタじゃない、なんか普通にメンヘラチャンネルってこんな感じじゃない、こういう感じですザ、こういう感じです本当にな、カメラマンのな、おんぷちゃんな、はい、お、来ましたか。早朝休みはウキウキウォッチング、あちこちさ映ってない映ってない映ってない、うん、メンヘラメンヘラチャンネル、早朝休みはウキウキウォッチング、あ、どうも、はじめまして、はじめましてじゃねえわ、うん、すごい前今タイムラグ感じてるやろ、うん、なんかね、あのね、モニターの時間と15秒ぐらいありますね、これ。そう、今日ちょっと、普段はない、普段はないですね、うん、これ、言っちゃうと多分スタッフさんが、ちょっと、今日そのモニ、ちゃんとモニターに出せないってことで、あ、今ニコ生を開いてる状態、はい、あ、ニコ生開いてるのを僕らが今、見ながら喋ってるっていう感じですね。あ、そういうことですかね、そうなんですよ、エイジは壊してないですけどね、エイジは壊してないですけど、完全今寝起きのあれやからさ、俺今、寝起きですか、寝起きです、完全に寝起き全然変わんないですね、でもまあ、男前やからごめんな、それはごめん、そういう言葉を期待したし、そういう言葉が変えてくるんやろなと思ったけど、改めて面と向かっていけるイケメンみたいな感じで、ちょっと腹立つ。いや、僕でもね、だからエイジさんが起きたところを見た時が前あって、エイジさんって起こしたじゃないですか、うん、その時エイジさんは一瞬パッて起きたのか起きてないのか本当に分かんなくて、テンパりました。あ、はい、あのね、これ本当に俺大阪時代とかもよく言われてたんですけど、無遊病かもしれないっていやその面でちょっとメンヘラから外れていくんですけど、やばいっす、はいはい、いやなんか本当に、はいはいはい、僕は例えば営業割に店で潰れてる時とかもあるじゃないですか、はい、まあ普通に家とかでもそうなんですけど、もう寝てて、で僕全然記憶ないんですよ、でなんか普通にエイジも帰ろかみたいな感じで店とかで起こされたりしたら、一応なんか起きるんですよ、ね、って、はい、でそれでなんかこうタバコ吸ってこうやって固まってるらしいんですけど、一切記憶ないんですよでなんか夜寝てる時とかも、はい、なんかとりあえず気づいたらこうブクって座り込んでるらしいんですよ、でそれでなんかちょっとガサガサやった後にまた寝てるんですけど記憶してないんです。いやなんかだから多分本当にね、僕エイジの話はもう8割方聞いてなかったから、正直僕も話しながら長いなーって何の話をしてるんやろまあでもなんか本当に天然の眠りの心みたいなね、ちょっと何言ってんすかね僕ね、ありがとう、はい、よいしょ、ありがとう、1時間は飲みます、はい、ありがとう、でも今まだ15分ですよ、副業、副業ですよ、副業ですよ、いやほんまにあの人の話聞きたくないし興味がないしまずエイジ3拍子よもう聞きたくない興味がない、そもそもじゃあ俺めっちゃ思うのがさ、はい、イケメンの話に戻るけど、はいはい、こうホストやるにあたってこうイケメンやん、自分モテるやんって基本ホストに始まる、まあ音波まだわかるわ、もういやいやいや、イケメンですよ、全然全然、なんでだ、もう一度もう一度いいですかいやあんまりちょっと質問の意味が分かんない、だってこうね、まあ、モテていったりとか、はい、学生時代はモテたとか、うん、いっぱいまあ彼女がおった、うん、まあなんかね、プレゼントいった前だ、うん、ああ俺って多分これぐらいの、そう、まあホスト余裕じゃないみたいな、うんうん、からこう、ね、じゃあやってみようとか、はい、まあじゃあそこまでスカウトされるならじゃあちょっとぐらいとか、はい、なるほどなるほど、まああるわけ、はい、なんでだいやあ見てください、僕ですよ、僕ですよ、やるしかない、だってもし俺が女の子でエイジとじゃあ正常にしますか、はい、こういう体勢じゃないですよ、ああもう絶対こう、今まで俺がセックスしてきた女に謝れ今までの俺今までセックスしてきた4人に謝れ、またさこう夏希さんとかがこうまあとか言われながらも、はい、あイケメンやなって な,、はい、なるかもしれんやん、はい、エイジや、はい、平気いくんやぞ、ほんで平気やけ、なんちょっとそこをセックスしてるときに、あこの人いつかは平気に行くんだなって思わせてるきつーない、きつい、きついですか、きついよ、だってもうあこいつ3年後ぐらいまた帰ってきてまた私犯されて次ただいいゴリなんやろ、待ってくれてる、待ってくれてる、いい子、めっちゃいい子、次ゴリゴリなんやろこの顔でワンちゃん顔とかにすごい筋肉ついてたらさらに目開いてないから、はい、終わりました、ありがとうございますえ、オンパーでも何か言ったよ、その前とか何回も出演してんねんの、書きます、あ、もう2回、3回目ですね、
もうその入店したくだりしちゃうねなんか別に乾杯とかいらんけど。ああ、いやな、一応やっぱトーマさん、やっぱなんか本当に幹部の方と一緒に喋るの今日初めてで、いや、今日初めては言い過ぎ、ここ、ここでな、ここで、ここですよ、はい、ちょっと、はい、だから緊張してます、ちょっとね。え、普段どんなの、本譜は普段ですか、とりあえずパーリーめっちゃ売ってますね今日も。じゃあ俺さん、休んどって、はい、復帰したら、一昨日ぐらいか、はい、一昨日ぐらいか、はい、3日前、3日前出勤パークしたら、はい、お前、はい、まあ頭おかしなったんだなと思って。いや、もともとっす、はい、あんまりまだ、どっちかっていうとそのパーリー音符はそんなに見てない。あ、来た、あの、右下に隠れてるリアルタイム画面、やった、すごいやりやすくなった、うん、ちょっと復旧した模様です、ありがとうございます。リアルタイム画面ください、お願いします。消された、消された、はい、すごいなんか最初、なんでこんな、あれ俺こんな動きしてるっけみたいな。確かに、はい、確かにちょっと今日音符、はい、ちょっとおとなしいよ。ビビってるな、ビビってる。いや全然、トーマさんにビビってるやろ。いやもうビビってます、パーリーねえ、ビビってますパーリーって、おもろいやおもろいやん、ほんまに。ただトーマさんの顔今めっちゃ見られへんけどな。いや、いいよ、いいと思う。こういうのいいと思うやつ。ほんと音響の方すいません、多分音割れたと思います。だいだい、いい、割れるぐらい、割れるぐらいで買い込む。初めホスト売れるまで勢いだけでいけるって思うんですけど。勢い大丈夫。何百万とか行くってやつなったらやっぱ頭使っていかないけど、今はいいと思う。本当ですか。そのうち壁にぶち当たってホストやめろ。いやー厳しい。お前さっきに言うぞ、俺は壁にぶち当たっているいるんですね。お前は当たる前に砕き散ったただそれを今笑いながら話すようになるなるそうや、そういうもんやん。俺もさ、いっぱいあったもん、大阪時代なんかも。あんまそんなイメージないですけどね。いや、初めての給料なんか、まあ、俺すぐ売れたけど、2ヶ月目でもパッて100万とかで売ったけど、はい、初めの1ヶ月目なんか、はい、売り上げも10万とかやって、はい、給料も3万とかやって、3万だから3、何万やったよ、何千円とか、1万とかやって。ああ、もう実質手取りブラックやったから。え、100分の1なんすか、バック率が。俺そのブラック100万売ってなかったから、売り上げ10万ぐらいやって、給料何、はい、何1万とかやって。え、俺どうしようと思って。しかも当時って多分そのまだその売り上げない子に対する保証みたいなそんなにね、うん、多分良くないなかったから。いや、え、でもそれはやっぱトーマさんがポストし始めたところだったらやっぱ昭和初期とかだから1万円ってことですよ。いくつ、いくつよ。ああ。そういう家でも昭和初期の1万って言ったらまあまあいい感じ。まあまあいい感じで、ね、リアルにもう4年前ぐらい。マジ、ちょうどポスト始めたの3月やから、はい、うん、ちょっと来月4周年4年っすか、うん、今ちょうど4周年、そうそう、もう初めなんかもう訳も分からず、とりあえず温度耐えたらいいやと初めて枕したら、た初めて枕、はい、初回枕したら、はいはいはい、もうめっちゃ俺前業基本知らない人なんやけど、はい、前業めっちゃしたんです、仕事やし、お、はい、でもうめっちゃいい感じやなと思ったら、はい、ホテル出たらブロックされる。え、出た瞬間、出た瞬間なんかもう満足しちゃったりするんですけど、そう、もうね、多分そういうこうやったんやけどちなみにそれ中に出しましたか。いや、しっかりゴムつけた、それはもう怖いから。中に出してホテルから出た瞬間ブロックされたんですか。いや、ゴムつけた、ゴムつけた、ゴムつけた、ちゃんとつけてるよ、それちゃんとつけてる。なんか中に出されたからブロックされたみたいな。え、そうそうそう、そんなんじゃない、そんなんじゃない、ちゃんとゴムつけてる。あ、偉い。そう、ほんまにまあね。ちなみにそのメーカーは何だったんですか。そのメーカーは相模オリジナル。あ、すごいコンドームに執着癖がすごいな。そうそう、まあまあめっちゃ昔、4年前、ちょうどほんまに多分3年半ぐらい前、うん、まあまあ最初ってなんかその枕とか色濃いとか、うん、なんか安易なイメージ。お前がホストを語るな、やめ、語らせて相模オリジナルの提供でオープンしてますね、本当に。この前初回のお客様に真顔で内勤さんですよねって聞かれましたえ、マジで聞かれたんですかいや、うちでも結構内勤っぽい人結構いますよね、なんか。なんだろう、名前出すなよ、うん、名前出すなよ、出すなよ、絶対に出すなよ、絶対出さないです、絶対出さないです。元気さんです。あいつ俺未だにプレイヤーなんか何気ないから分かってないから。なんかエグゼクティブボーイらしいです、うん、かっけえやで、ボーイにエグゼクティブとかは別にないやん多分エグゼクティブボーイって多分店長とかよ多分多分多分マネジメントとかもやってるよ。あ、やってる感じないですね。まあまあね、エイジはね、ナンバー目指してるみたいなんですけど、なんか本当はなんか目指してるの。もうエイジのもういいや、さらっとな、さらっと目指してるって。そう、なんかまず目標、側近の目標みたいな。いや、でも僕、やっぱすぐに売れたいのはもちろんそうなんですけど、やっぱそのお客さんは、その、まあ
この店は分かんないですけど、まあ、例えばお客さん病んじゃったりするお客様とかいるじゃないですか。メンヘラチャンネルやから、ね、そうですね、メンヘラだから、はい、僕はメンヘラチャンネルですけど、これハッピーにしたいんですよ、僕はお客様を。それがやっぱパーリーとか、そのハッピーとか、そう、そういう感じでやっていきたいんで、まあ、僕のお客様はもうみんなハッピーチャンネルで、ハッピー！とりあえずもう言ってることが脳内お花畑すぎて、お前もハッピー野郎状態で。そうですね、もうセロトニンしかないです、脳みそに。セロトニンは何か知らんけど。幸せ物質ですね。そうだ。そうそうす。すごいなんかハッピーに対する知識が深いな。あ、そうです、もうハッピーにさせちゃう。ちょっとツボになってきた。セロトニンはちょっと面白い。手つかもう。今日つかもう。自分セロトニン出てるしょみたいな。そんな言い方はしませんけどね。そんな言い方しません。そんな言い方しません。今35分経ったってこと？それ立ってないよ、絶対。それは立ってないです。今が35分ぐらい。なるほどね。ああ、そういうことなんですね。はい。ってことは、20分か。頑張ったな。なんかもうすでに燃え尽きたみたいな顔になってますけど。でもまあ、あれですよね。あ、でもあれなんですよ。これその、初めましての方出ていただいた時に、はい、なんかまあルールじゃないですけど、はい、なんとなくこう、毎回みんなにやってもらってるのが、はい、あなたの一番面が減らったエピソードを教えてくださいみたいな。だから自分自身でも彼氏し、例えばまあお客今までのお客様だったり、はい、友達、知り合いとか、お客さんも濃いし、はい、知り合いも濃いけど、はい、どっちがいいですか、知り合いの変化、お客さん変化、知り合い変いきましょうか、知り合い変、結構なんかお客様のトークをする人が多いんですよ、はい、知り合い変は眠そうって言われてるもんね。正解正解です、正解、うん、多分眠そうじゃない、眠い、眠いんです。いや、ほんまに、いや、まあまあ、知り合い変で言ったら、知り合い変で、知り合い変でいきましょう。おかんかな、やっぱり、やっぱり、来ましたよ、身内シリーズ。あ、なるほど、はい、やっぱね、そんなだって、じゃあ大阪のおかんってやっぱ多分想像通りなのよ、ほんまに。なんかもう近所の子供に飴あげる、うん、あげるじゃないけど、ちょっとこうパワフルな、そう、誰にでも絡む。俺のおかんも典型的なの、もう何ヒョウ柄着てますみたいな、ヒョウ柄とかじゃあ着て、まあたまに着るな、あ、たまに着てる、着るんかいっすね。じゃあほんでなんかちょっとこうね、まあ兄貴がマリファナ大好きな兄貴やったから、やばいやばい、メンヘラメンヘラ、すごいニコ生やからってバンって包み隠さずドンっていく。コンプラって多分いいってなってると思うけど、いいってなってるんですけど、ならない、ね、そう、マリファナが大好きな兄貴で、お兄さんが、そう、ほんで、うん、まあまあなんかおかんがちょっとそれでバグり出して、はい、私はじゃあお前の上を行ったるわって、なんか逆転の発想ね、はい、普段はこう息子を止めるはずが、はい、お前の上を行ったら、なんかその中途半端で行ってんじゃねえよみたいな、そう、シャブにはまり出したって。あ、それシャブって言ったら笑い話やったけど、もうその時は俺もうね、やんだよ。いやー、やむのが、メンタル減る、はい、減らない、こういうものを言うんやと思って、はい、まあ、メイン減ら、今でこそもうね、おかんもこう笑い話して、まあ楽しいねってなるけど、はい、楽しいねもおかしい、楽しいねもおかしいんですよ、楽しいねもおかしいし、楽しいねって言えるメンタルが最強と思う。 それが中2ぐらい、早っ、早い、俺が中2ぐらいの中2の時に実の親のシャブを受け止められるかっていう、うん、いやもう全然きつかった。中2ってだってもうまだ尾崎豊はバイク盗んでないっすよ。あ、せやな、うん、ちょっと1年早い、歌のね、中のね、計算したね、まあ、1歳分計算した、ね、1歳分計算できた、中2は14歳だね、そうそう、14のね、マジっすか。ほんでまあその時結構、まあ、だるかったのが、うん、別になんかその時あんまりおかん好きとかじゃない、反抗期やったから、はいはい、まあまあまあ中高生ぐらいで、そうだからまあ別にもうなんかあんまなんか変なことやってるわと思ってたら、はい、絶対に夜寝る前に衣装を書く、なんか衣装をいっぱい書くよ、おかんが、はい、書いて隠すのよ、はい、見つからん、俺ら見つけないとあかんねん、はい、一生探しの朝起きはしないとあかんねん、はい、リアルにメンヘラっすね、そう、本当になんかメンヘラぶってる人ってたまったもんじゃないよ、衣装のこの見せるじゃないですか、ついてあげるじゃないですか、隠すっていう、リアルメンヘラっすよ、それ、多分ね、メンヘラチェンネル始まって以来のマジメンヘラ、マジメンヘラ来ましたね、これ今までなぜその話が出てこなかったんだって、マジのメンヘラ、マジのメンヘラ、メンヘラっていうのもなんかちょっと甘いかなぐらいの感じを、でもその衣装を見つけねえけど、俺と兄貴で絶対に、はい、初めは引き出しとか、はい、まあ、冷蔵庫とかもまだあったよ、はい、まだ可愛いの、はいはい、ここだけ床下があったよ、畳って俺これだけは無理やろと思って、見つからなかった、おかんもうやめたんやと思って、はい、あ、もう衣装書くんやめたんや、やっとマシだったなと思ってたら、おかんがベロってめくって飯食う前に、はい、これ、こういうことやから、どういうこと、こういうことやから、何が書いてあったんですか、こういうことや、毎回内容は一緒なんや、はい、なんかもう私は疲れましたんで、はい、絶対最後になんかその時、はい、まあなんかこうタクリック書いてる、まあ、3人兄弟の、はい、本名言っちゃったみたいなね、別に本名も全然いいんですか、なんかもうあんたらは私の宝やみたいな、3人揃えば何でもいけるみたいな、はい、って書いてある絶対に、あ、もうだから3人で仲良く協力し合って生きていきなさいよ、この先私が死んでもみたいなことを、そう、そういうこと書いてある、マジの一生、ただもうその時にもうね、家ぐちゃぐちゃですよ、ぐちゃぐちゃ、俺服全部捨てられたし、
それちょっと待って待って、全然あれマリファナを育てるって押し入れを換気したな、温室にしたいっつって、うん、俺だから服全部捨てる。マリファナ、ダイナリー、トーマスの服イエスイエスじゃない、あ、揃ってる2人。おおおじゃあマリファのテーマこの2人ですよ。よいしょ。ちょっと今あの我々2人はこのガチ中のガチの話を受け止めきれる自信ないから、キナートレス、キナートレス、もう来ましょう。ギャラリーがすごい、まあ、2人、よいしょ。あ、いえ、なんか入ります。あつさん、一応タバコ吸いたい。あ、ちょっと引きでお願いします。あ、引きでね。はい、というわけでね、はい、メンヘラチャンネル始まって以来のマジのメンヘラエピソードが出てきたところでね、はい、またメンヘラそうなやつらがやってきましたけども、いやー、今日は何回も出てるやろ。僕、そうですね、4回目ぐらいですね。そうですね。いや、コウさん、僕の1回先輩ですね。何その、1期生、2期生1回、4回目ぐらい、まだやっぱ緊張しますね。先週出てないから、まだあんまり。え、でもあれ今日来てんのコウさんじゃなくてなつきさんですよね。なつきさん何もういよいよやんなくなりだした、やらんくなりだした。ちょっと俺は休憩タイムですね。いや、かぶトモさん一旦退出で、あらあらあら、一旦退出ということで、やっぱマリファナをね、ちょっと乾杯やろ。ああ乾杯をね、ぶっ飛んだトークだったよ、本当に本当に。とりあえず乾杯しよう、一回乾杯を。お酒、バリエー、お酒、あれお酒、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 お酒はあれ、お酒、あれ、あれよ、ミラームーン、ミラームーンのボトルあるけど、おう、あ、狂月、狂月、そう、名前がちゃんとね、差し入れ渡ってきてるよ、ミラームーン、そう、え、いる？ミラームーン、ミラームーンいる、じゃあミラームーン飲もう。ん、ちょっと待って、お前ら一回落ち着こうか、乾杯だけ。さっきのマリファナにすごい浮き足立ってるけども、俺も含め一回、うん、一回乾杯するところから始めよう。そうですね。うん、ミラームーン、そんなに吹けると思ってなかったもんね。よかったよかった。ちょっと待って、あれ、パッドある？パッド。繰り返し言うことに。パッドある？パッド。ちょっと、iPad。iPad、iPad。あるあるある。ちょっと俺、あるよ。俺ね、コメントでしょ。パーリー、どんぐらいいる？ミラームーンのポカリ割りで。ポカリ割り。ああ、闇しかない。バチンコよ。そう、史上最強のエピソード出ましたな。ね、いやまさかね、トーマさんのチラッと聞いたけどね、何があったの。いや、だからまあ、はい、ガチメンヘラだった、オッケー、ドリンク準備できた、はい、はい、じゃあ改めまして、はい、今週もメンヘラチャンネルご視聴の皆さん、はい、乾杯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 、はい、乾杯、別に俺に乾杯しなくていいんだ、俺に乾杯。これコールなしですか、これ乾杯、あの、いやびっくりしたね、うんうんうん、本当に。なんか、はい、俺らメンヘラチャンネルっていう名前でこの番組今までやってきて、うん、なんかそれぞれそのメンがヘラって話、うん、ないのはエピソード話してよとか言ってたけど、うん、マジ中のマジ来て、ちょっと俺本当にあのメンヘラチャンネル始まって以来受け止めきれない自分がいるよ。そうっすね、本当に。でも結構メンヘラの話あるでしょ。メンヘラの話、俺けどもそこそこ出し尽くしたよ。普通に俺この前あの痴漢プレイの話もしたし、うん、あ、確かにしましたね。あと何したかな、痴漢プレイ。だけどなんか俺メンヘラ、あ、俺メンヘラじゃない話なんか俺かも、なんか気違いトーク、あー、本当に。だってあの普通に飲み会してたの、警察呼ばれた話とかね。なんで、なんで、あの、簡単に言うと、簡単に言うと、うん、すごいなんか、俺大学生だった時に、その男飲みしてたのよ。宅飲みしてたの。で、なんかめっちゃ騒ぎすぎて、酔っ払って騒ぎすぎて、多分最初はそのうるさいみたいなんで、多分警察通報されてんけど、もうあの、大学生ぐらいのさ、男アホやからさ、もうなんか酔っ払ったらさ、やっぱ、ま、あの、マンションのベランダからおしっことかしちゃったりするやん。いやで、それが、あの、下歩いてた通行人の女の人にかかって警察呼ばれてる。そう、なんか俺がさ、さっきあの、みんなに始めましたね、結構ガッツリかかってキャーみたいな声聞こえても、結構ガッツリかかって、じゃあなんか、その、初めましての人にその、麺が減らって話ないの、エピソードないのって聞くのと俺これぐらいのさ、なんか、ははは、ぐらいで突き出してたけど、マジムーすぎて本当ね、びっくりしてるよ。もう聞いてないか、もう一回お話しして。絶対に面白くないやつ、絶対に面白くないボケ潰しのやつ。
そんな何回もそんなポケつぶしやられるような俺じゃない。もう一回話していいですか。ちょっともう、あーちょっともう一回ね。怖い。今もトーマさんの目が怖かった、うん、本当にメンヘラを見る。てかあのまず僕とヨウさんがすごいギチギチでこれ、ま、電車、まあ、まあ電車よ、電車電車、うん、すごい電車。俺ってすごい絡みづらい。いや、そんなすごい絡みやすいな。はい、今ねメンヘラみたいな発言出ましたけど、絡みづらい。ほんまに最近の一番の悩みやった。しかもトーマさんなんでここに水滴ついてるんですか。泣いてんすか。無理的。あー、そうなんですよ。なんかあの、僕でもトーマさん、僕もう十何年ぐらい会ってないいとこがいるんですけど、ちょっといかつくて、雰囲気がトーマさんみたいな感じなんですよ。そうで、いかつくねえし、俺。いや、ちょっといかついじゃないですか。いかつくな。喧嘩絶対この中で一番強いじゃないですか。一番多分優しい顔してると思う、この中やったら。こうについて。まあまあまあ、いや 僕はすごい、もう本当に優しい。まあいつも笑顔、笑顔。僕はね、もう優しすぎてやばいね。優しいって頭パッパラパラなんだけど。ハッピーやろ、ハッピーやろ。でもセロトニンがね、やっぱこの中で2番目に高いんでね、コウさんは。あ、噂のセロトニンね。セロトニンがね。セロトニン、セロトニンって何？セロトニンは、あの、幸せ物質。ちょっと、後で YouTube、後で YouTube 見て、これ。セロトニン説明される。セロトニン、説明されるから。ちゃんと授業やってるし。今んとこ今日セロトニンとマリファナがキーワードになってるよ。そうね、マリファナ。これ先に言っときます。この1時間の放送の中で一番印象的なエピソード話した人をフューチャーしたタイトルがこれつけられるんですよ、毎回の放送の。あ、来た、うん、お、撮りますよそれ。撮ります。え、じゃあもう題名セロトニンで確定ですか。セロトニン、セロトニン引っ張るね。まあじゃあホストクラブのそういうの見るってなって、題名セロトニンやろ絶対見やんねんけど。絶対何かしらの危ない薬やし、絶対見やんやん。セロトニンで、え、見たいってなるやん。むしろミラームーンの受けてるから。いや、そうですね、ミラームーンの受けてる。逆にセロトニンで見たいってやつが初回来られたらたまらんわ。セロトニン、セロトニン、セロトニンって言いながら来ても、セロトニンも食べられたら困るわ。無理無理無理。まあじゃあね、ちょっとセロトニンに代わる今日のキーワードを含んだ話はちょっと CM の後ってことですね。それでちょっと CM の方どうぞ。どうぞ。もしも入ってる。はい、入ってますよ。入ってます。場所がね。はい。コースもちょっと面白い。早いな。はい、ということで、エイジ、消えました。はい、消えましたね。後ろの町に遊びに行きましたね。町なんですよね。やっぱスカイダイビングするんですよね、こっから。え、やってみる。うん、いいっすか。こっから多分、普通に頭痛って。エイジ結構司会的な役割やったからさ、あいつおらんかったら盛り上がらん。そう、話題振るんねん。いや、でもまあ、トーマさんいるんでね。でもトーマさんのそのお母さんのさっき話したから、まあ、受け止めきれないエピソード。じゃあ、ああいうのやめよう。でも、ヨウは結構ホスト歴長いやん、多分。なんだかんだ。なんだかんだ長いから、ちょっと。どれぐらいの、今どれぐらいトータルで。トータルで、うん。トータルで1年ちょいぐらい。ああ、4個。まあね。僕はトータルで2ヶ月ちょいっすね。お前がいいでしたか、多分。はい。え、こう？トータルで。ベテランなんや、それ思い出した。トータルで、でも。こう見えて3年ぐらい。そうやね、こうベテランなの、地味に。なげえ。エイジどれぐらいの。僕3年目っすね。どの顔で言うてんの。いやいやいや、12年もやってた。逆にそのメンタル気になるわ。今はね、もう3年やってんのみたいな。こうはさ、顔男前やし、中身、中身にすごい、しないの。すごい問題があるんでね。中2ぐらいから変わってないから。いや、もうマジわかる。小6か中2ぐらい。これもエイジ3年もやってるって言われてるわ。いや、そうなんですよ、意外と。僕だから結構長いんだね。3店舗目になるんですか、フラパが。1年ごとに店舗変えられて、1年ごとに店舗変わってきたスタイル。それやばいっすね。1年ごとに店舗変えられないといけない体質みたいな。違う違う違う、それあれじゃない、それあれじゃない、
そろそろ座るじゃん。もうそろそろ。お疲れ様です。あの、もうやめられない。お疲れ様です。お疲れ様です。すげえ平気しかり、なんか。送別会はウオタミでいい。結構ガッツリやろうとしてくれるっていう。ウオタミ。まあまあ飲み放題とかつけようとしてくれる。飲む気や、みんな。みんな飲む気や。もしくは潰す気、俺を。そうですね。俺はコーラで。俺はポカリで。え、もう書かれてる、そのタイミングで兵役にって書かれてる。あと3年間逃げ切るからな。デカザルも今日のタイトル兵役やろ。兵役でしょうね。なんかホスト史上初みたいな書かれるんでしょうね。書いてくれるんでしょうね、スタッフさんは。お中元の松葉ガニ ありがとうございました。そうだ、もらったの。あ、僕いつももらってます。なんかあの、いつもなんか夏木さんが言うんですよ。本当にあのナイトチューブみたいな腐れ企業はな、俺らから金吸い取って、なんかいやもうホストっていう業界もね、こうやってなんか動画配信とかそういうコンテンツとかに乗ってね、売れると思うんすよみたいな感じでいいこと言って、俺らから金巻き上げてみたいな、めっちゃ落とすスタイルなんで、僕はすげえこっそり持ち上げるっていう。あ、なんかいつも一番性格悪いやつや。一番こっそり。すごいね、いやらしい。ね、それでただ松葉ガニでしたっけ。そう、松葉ガニ、松坂牛、K-POP アイドルのコンサートのチケット、うん、大体待つなんですね。え、そうはもらってるもん。もらってます。え、お前の給料より上ちゃう。やめろやめろすごいシビアなところ。リアル、リアル、やめろ。リアルはやめろ。リアルじゃないから。もっともらってるから。まあまあまあ、すごい。彼この辺飯おごるっていう。暴挙出てますから。カッコつけて。違う、暴挙じゃない、暴挙じゃない。違うんですよ。いつもあります。違う、とんでもないです。本当に全然ね、あのなんか別にここで話す話もないんですけど、うん、違う、なんかそのここで話す話じゃないの、これで。あー、これでこれでいきましょう。いいだろ、いいだろ。今別にそんな面白い話もないんですけど、じゃあやめてって言って誰か。じゃあもう目で訴えかけろ。あの短いなら話してください。短くないから。あ、短くない。じゃあ、じゃあ無理っす。まだ別に聞かない。じゃあ無理っす。そう、いや、なんか今日は結構そういうなんかとんでもないの史上最強のエピソードも出てるし、もうなんかこの勢いのままやっちゃっていいんじゃないかな。はい、いろいろ言いたいこと言っちゃっていいんじゃないかな。もう多分本当にあのタイトルのところ、爆弾発言、兵役、セロトニンみたいなタイトルになってるから、もうなんかもう全然思ってることバンバン言っちゃっていいんじゃないかな。スタッフさん、それ使ってくださいね。セロトニン。いや、でも、話を戻すんやけど、俺本当にこれはずっとかねてから言いたいと思っていた。その後輩が、はい、後輩たちがトーマさんにビビっているという噂が。いや、すごいよマジで。本当にそんな、そんななんすか。え、なんかでも、僕噂に聞いたんですけど、うん、脱いだら超でけえ万字のタトゥーが入ってるって、背中に。で、後輩界のなんかトーマさんのイメージすごいな。すごいよ、なんか今んとこ、はい、背中にめっちゃでかいまんじゅうのタトゥー入ってる。そう、はい、俺だから最近じゃ後輩家泊めたろうと思って。おお、うん、まず雪音を誘って、俺のチームっていうのは、はいはい、サブリーダーの雪音、はい、家来いよ、まあ、いいんすか、はい、まだ行きますよっつって、こう飯食ってタクシー乗ろうか、でタクシー俺乗ったら、あ、ドアバンって閉めて帰りやがる。早い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 。なんか僕結構そのゆきねさんとトーマさんの絡みとか結構見るイメージで、なんかゲームとかも一緒にやってるじゃないですか。する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 の人が、あ、行っていいですか、遊びに行っていいですか、あ、じゃあ帰りましょうっつってバンバン扉閉めて、そうっていう。ほんで LINE したら、 LINE がまあオンラインのゲームやってるから、そのあと喋るわけ、前につないで。ほんだら、お前先なんで来やんかったの、はい、いや、なんか嫌そうな顔してました。来いやって言ってんのに。誘ってんだね。すごい仲いい後輩に拒否られるぐらいビビられているんで。なんでなんやろ。あの、その時何色着てました。何色、はい、それ、マンキャン黒っすか。白で透けたわけじゃないですか、マンジが。セロトニン出そうとすな、お前。マンジが透けたわけじゃないですか。大丈夫ですか。マンジ掘ってねえじゃん。あ、そっか。いや、今完全にセロトニンの方やなと思いましたよね。まさかのマンジ、まさかのマンジの、まさかマンジで来るかっていう。マンジは別にそんな俺の中で流行ってないから。流行ってないですか。まだ使ったことない。俺絶対それだけは流行りに乗らんとこうと思って一回も使ってないから。まだ俺その顔文字っていう絵文字なんつうの、俺まあまあ絵文字顔文字みたいな。さらにまんじってしかももう別に今流行ってないらしいですよ。流行ってないですね。ただ最近流行ってるけどね。しかもなんかマジまんじとかって言うけど、マジまんじの意味はあんまりわからんし、どういう意味なの。まんじってどういう意味なの。なんかもうやっぱあれじゃ。ただほんまに一番面白かったのは、普通に一回なんか営業中にこうシャンコしてた時に、あのイオンインクの雄大会長来てやった時に、雄大会長もなんかこの前ツイッターに、いや、なんかプラパのメンツほんとマジマンジみたいななんか書いてて、それをみんな知ってたから、シャンコ中に会長いじりみたいなんで、会長マジマンジって言ったら、会長がなんか
ブラパマンジだイエーイみたいな来たけど、なんかマンジの使い方も合ってないしな。出せーあいつもやっぱおっさんや。あいつ言うな、あいつ言うな、あいつ、あいつ、あいつジジイやな。ジェネレーションギャップがすごい。いやまあまあまあ古きない、古きあの歌舞伎町総書記から支えてるメンバーですね。あいつ、あいつはいいよ。いやなんやろ、なんかそのマンジにしてもそうですけど、なんなんですかね、本当に最近思う、そのあの、うん、トマさんの背中にマンジのタトゥー入ってるって噂してる後輩たちもそうやし、なんか2016年の女子高生の中で流行った流行語第6位がマンジやったらしい。そうなん、それが今流行りだしてる、まあ、6位、6位が、6位、6位だ、6位やし、2016年の流行語やし、女子高生の間で流行ってる単語やし、それが今流行ってるプラッパも。エンジンだけど2016年の1位なの。2016年の1位はもう完全にあれでしょ、あの、Now Now Now 5、6年前からもうずーっと、あれずーっとね、結構前じゃん、あの、2017年は中学生ぐらいから知ってるような。何々 Now か、マジなこと言ったら、あの、何々 P、 あの、赤いなんとか P、 違う、客 P、 担当 P みたいな、 P P P って何みたいな、それでもめっちゃ思うな、 P、 最近ね、誰が言い出したみたいな。あ、なんかあの服装とかの、うん、あのファッションとかの今年の流行りみたいなのあるじゃないですか、うん、今年の流行りのカラーはこれです、うん、トレンドカラーはとか、トレンドアイテムはみたいな、うん、あれってなんか 2,3 年前に、うん、なんかそのファッション業界のお偉いさんたちが、うん、じゃあ、まあ今が2017年なんで、うん、じゃあ2020年のトレンドはこれにしようとか、うん、ファッションアイテムこれにしようみたいな決めてるみたいな話聞いたことあるんですか。なんかおっさんとかジジイとか決めてるみたいな噂聞いたことあって、まあだけどそれって分かるじゃないですか、その道に詳しい人たちがもうファッションとかこう周期回って流行るっていうから、多分そろそろこれ流行るよって、こうリメイクしてこう流行らせるよ、分かるんですけど、まるまるピとかマンジとかって完全になんかどっか世界中の誰か一個人のセンスで流行るし、そうそう、すごいねそれ、すごすぎだろ、だからエイジもこれを機に何か作ったり、いやと思ってるんですよね、兵役を略してる、兵役略したところで兵役ってくる、兵役って言え、もう兵役って言え、じゃあまずはエイジの兵役、その2文字をめんどくさがるやつは絶対にそんなセンスないし、兵役なお流行らせたことしない、兵役言ってる、言ってもうてる、多分平気って言ったら、しかも平気 NOW とか言ってるのよ、ね、多分もうガリガリっすよ、ガリガリっすね、もうすごい極度のストレスで、平気 NOW とか言う、エイピさんにした方がいいんですよ、まずまずエイピにして、クソだせやん、お前のまだ名字ないやん、名字ないです、付き上今平気あ、でもそれなんか僕結構いろんな人に言われて、うん、じゃあこれどうなんみたいな、だからこんなの名字じゃないって俺、あ、尾崎です、亮は名字つけたんですよ、え、何なん、綾波王子、おーレイメヘラっぽい、いいよいいよ、レイメヘラ、僕もないっすね、まだ、え、でもつけようよ、つけます、今、いますか、今で一条と、まあ尾崎音符、綾波王子、じゃあじゃあ、コート尾崎音符はなんで尾崎音符、僕あのなんか、尾崎豊とか、尾崎世界観さんとか、このなんか尾崎世界観みたいな、まあその、あ、あの、まあ世界観、何尾崎世界観、尾崎豊は知ってるけど、あのまあそのお前の世界観気になる、歌を歌ってる方なんですけど、あ、歌手なん、まあ一応あのボーカルの方で、そう、なんか、はい、だからその、そこから好きな人のリスペクトして、綾波は普通に綾波レイから、なんか、二文字、名前二文字やないですか、二、うん、文字って合うのが全然なくて、うん、なんか朝倉陽とかよく言われてたんですけど、あーシャーマキーね、あ、じゃあトゥルテテ系にしたね、トゥルテテ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 、呼びやすい、なんなんトゥルテテ、あ、綾波とかそのあの朝倉みたいな、トゥルテテっすね、トゥルテテ、だからトゥルテテ陽でもいいと思う、トゥルテテ陽、何それ後輩会で流行ってんの、トゥルテテは、トゥルテテは僕が今言いましたね、あー一人だけで、あ、けどそういうところから生まれたんやろな、なんとかピってピってね、うん、なんとかピピピピみたいな、ただ名字ね、悲しく僕部屋にマジかよ、トマさん、マジかよ、トマさん、マジです、あと15分もらえてくださ、あと、あと1分 CM 入ったらもう、もうもうリアルに、あと15分じゃもう帰ろうかなと思って、あ、大丈夫です、あと15分でもう突破しようなんで、いやいや、出勤休もうかな、出勤休もうやばい、それは、まあまあでも行ってらっしゃいそうなんで、はい、壊れるかな、はい、というわけでありがとうございます、コウ君喋ってません、そうそう、どうぞ、だからこれ後で編集して、映像喋んなくね、生配信、あれこれあと、コウ君ください、何を、だこうのターンをくださる、あーエイジでもなんだかんだ司会やってくれたからな、おらんかやったらちょっとね、そうですね、もうね、そうそうそう、ちょっとなんか話の話題作ろう、
話の話題。話題作ろう。話題ね。何がいいっすね。声出していこう。イエーイ。ね。いや、コウ君が喋ってないらしいから。喋ってない。話題でいこうか。なんすかね。僕ね。で、コウへの質問タイム。はい。なんでもね。次のコメントでね、コウへの質問でパーって書いてください。多分それで。あと5秒でコメント超えなかったらもうコーンのターン終了というめっちゃおるよあら豆まきっていいですかあ、兄貴だよ兄貴お豆まきいいですよえ、なんでコーンは土足なのえ、みんな土足や土足っすよえ俺、いつも脱いでるからていうか、あのこっちで話すのやばい、やばいんですよ多分あのね、もう来たんですよてか、ここお前外国の空やぞ、お前土足とかねえしいや、土足やなんかいつもあれっすよ、裸足っすよいや、普通やないいえ、これ見てみろ、お前外国の空やぞそうよあ、これ外国なの外国の空あれ、こっちは見えるけど、こっちは見えないアメリカンスタイルに決まってるやんいや、もうどうぞ、ゆきまさんどうぞゆきまさん、あと15分って粘って僕はもうあと15分何やるんすか、じゃあめっちゃ電話来るやんあ、今はいはいここで電話出るのだけやめてもらっていいはい、ということで、ゆきねさん来たし、まあね、このタイミングでちょっと CM 挟んで、その後、ゆきねのターン15分喋って、俺、変えるっていう、じゃあ、あするんで、CM どうぞ。よいしょ。してるんでね。うん。歩む。これ今本営してる女の子で、歩むちゃんって言うんですけど。いやいや。立花歩。うちの立花歩だわ。いそう。おりそうやな。立花歩むちゃんっておりそう。絶対いるさ。そう。いやね、最近ちょっと調子いいんでね、歩むも雪音もね。おかげさまでナンバー落ちたんで俺。いや休んで。二度と口聞いたらなんと家来いって多分来やんし。マジっすか。行っていいんですか今日から。いや今日はやめてください。ほら。じゃいいけどマジいいんやけど。え、じゃあ住みますよ住む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 俺は住むじゃ住んでもいいけどあら、あやむさんうえだからなんでみんな土足なのねえだ、あ、出てじゃなんかちょっと喋っても俺も結構45分喋ったから俺え、何やってたんですかいや、したらエイジが平気く話しとったやんそうそうそうえ何の話うえアメリカンスタイルとかじゃなくてここ空やからうんアメリカのねヘリーおはようめっちゃ元気よお前じゃあね、もう皆さんちょっとメンバー入れ替わりということで僕らはちょっとおいとましますはい危ない危ないいや、本部大何ですかあー、いやもう結構今日でも2、3パーリーはしてる2、3パーリーまだまだやんけお前まだまだっすねちょっとでもね、僕もそろそろパーリーちょっと抑え気味でいこうかなと思っててなんかやっぱりこううるさいですしパーリーやるねえな昨日のラストの時やばかったないやもうねおはよう丸いサイドまで丸いサイドまでいけないからそうですねで、ゆきんぴやで丸いサイドあ、丸いサイドコウくん喋ってないっておいおい喋るよ喋るよおはよう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 え、もう朝だもんねあれこれコウさんのツイキャスこれ朝だよ朝だよ朝だよねもうコウ行け一条東馬のカラオケタイムイエーイ最後ね、最後だしねいいね、それあの、ほんまに、マジであれよ、終わったらトマトマの集合始まるよなあ、今日一番ねやめなさい始まるみたいなね権力使うなはいじゃあ、これ、あの、わかる人に言いされて嫌なことをするなとか言うやん小学生でも習おうわ、そんなえ、でもトーマくんやっぱ表彰式で
表彰されてたじゃないですか。されてねえ。冬月グループで一番歌がうまそうな人ランキングナンバーワン、一条トーマ、すっきり。お、じゃあ、あのね、あ、そう、うまそうな人、政治家と一緒だよ、あれ。だから組織票です。ミラマン組織票もあった。でも、全体的な組織票、勇気の陰謀やろ。でも、あの百戦、某百戦なんとかさんとあの同票だったっていうね、同率1位やったと思うんだけど。いや、そのね、まあ、メンマタンね、メンマタン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 、やばい。リアルに上手いみたい、歌うま選手権とかも出るような人やから。そう、テレビも出たからね。ガチで出てたよ、なんか、いいとも的なやつ。ポンプ歌ってやん。僕っすか、アカペラでパーリーしすぎで喉やられてるんすよね、今ね。何これ、アカペラでパーリー、カロリーか、なんなら、尾崎、なんなら、あれ登場するとき歌ってたよ。音符って名前なのにって言われてるね、なんか。早く歌えよ。もう一度歌ってよ。何歌えばいいのか分かんねえよ。尾崎豊か。きしむベッドの上で、優しさ持ちより、きつく体抱きしっぱりねえ、うん。これさ、歌わしたとお前ら拾ったらよ、言ったらやったら、ね、そうだよ、ほんまかわいそうやね。バーリーでもほんまかわいそうやね。朝一人で、あなたかわいそうって感じはないでしょ、トーマ。いや、ないけど、まあ、ほら、ないや、ないや、すげえ、トーマさんね、お前、ほんまぶん殴んぞ、お前。おいけ、スピーカー壊れって言われてますよ。こういけ、うん、ちょっと、まだ聞いたことなかったんで。ゲストって絶対これ、だいぶ重要じゃないの。めちゃうよ、ゲスト、うん、おゲストね、どうなんすかね。ゲストが、もしかに従業員歌わないのってキモくない。でも、エイジさんが言ってたんですけど、このコメントは、なんだ、日給が払われてる人たちが頑張って盛り上げてるんだよって一番最初の時言われて、あ、そうなんやって思ったんですけど、その後、いや、嘘よって言われて、あ、すごい、なんかね、僕の、あ、でも、まあ、見た感じ、3、4人ぐらいしかコメントしてなくない。そうなんよ、そうなんすよね、ほんとすごい日給くれよ。大体でもこういうコメントしてくれる、してくれるっていうか、してるやつらは、うん、多分ツイッターにまた書いてるから。そう、でパスで、あれしたら分かるよ。何したエゴサね、エゴサーチ、エゴサーチ。じゃあ俺、お客さん来たんで帰ります。お、早っ。売れっ子かよ、売れっ子かよ。帰ります。おい、売れっ子じゃあな。かっけー、そんなのいらない。何あいつ、何1個目はね、1個目、とりあえず茶化しに来た。自慢だね。自慢、ああ、お客さん来たんで帰ります。ん、自慢だね。自慢ね、あれ。もうメンヘラ起こすわ、俺ちゃん。俺、お客さんいないんで、家帰ります。そっち、サボりてぇだけやん。それもそろそろな、はい、ゲームやりたいだけやん。いや、もうゲームしたいよ。あ、てか、今月を宣伝しました、イベントの。あ、そうだね、預かりやがったし、ね、そう、今さっき帰った、あゆむね、言おうとしたらね、今日とかも、あとね2週間4日後、え、みんな9時だろ。え、じゃあ20、21、あ、20、21、20日と21ね、アイムの 2days、 なんかのイベント、小学祭です。なんかの、そう、やるんで。あと14日か、バレンタインイベント。お、チョコもらう側だけどね。内容は何も決まってございません。まだ決まってないですか。いや、決まってるはずないけど、俺覚えてないです。俺出してないのか。大体覚えてないし、会議出てるし。じゃあチョコ持ってこないと来店できない。それはハードル高いし、高いよ。多分チロルチョコが集まるからやめない。絶対コンビニのチョコ全部なくなるよ、ファミリーマート。そうですね、向かいのファミリーマートのチョコレートが減るだけだから。向かいのファミリーマートが潤うからな、そんなのしたら。バレンタインイベント、そう、バレンタインイベントですね、はい、うん、チョコレートね。ちなみに2月14日はスバルの、ね、誕生日でもあるんで。ああ、そうやん、代表代理の日。こっちはキザだな、ほんとキザに言われたら。そうなんですよ、ボストンっぽい。いいな、ちょっと俺も設定そういうやつにしようかな。いや、あの人リアバだから。リアバなんすか。この人誕生日があと4日後やから。マジっすか、早く言って。そう、マジっすか。そうなんすか。え、マジっすか。マジで4日後、2月9日に生まれたから名前がリクになりました。ありがとうございます。え、めちゃめちゃお客さん呼ぼう。いや、呼ばんでいいよ、もうその日は。もうなんか俺か 潰したいじゃないですか、トーマくん。おい、ちょっと弟と同じ誕生日やから実家帰ろうと思って。逆に、あなた今月解禁ね、東博。いや、もうだって解禁だから。逆に、いやそういう問題じゃないから。弟が同じ誕生日だから祝ってあげないんだ。俺と東博君祝うから、俺大阪帰りますわ、じゃあ。どういうことに、ややこすぎるよ。じゃあ俺、そのメンヘラのおかんも待ってるからいいよ。確かにメンヘラっぽいな。メンヘラのおかんも家で待ってるし。え、まだそんな感じなんですか。やめなさいよ、割とマシよ。席荒れてないんで。それなんか俺、背骨が折れたよ、この間。うん、背骨が折れた時に、こうおかんにパッ、背骨折れたって LINE したら、で、私今から厄払いの神社行ってくるんです。
神社行ってこう送ってきたよ、なんかお守りみたいな、はいはい、え、それが遺書だったっていうオチが、それはない、それはない、全然違う住所に送るえ俺帰ってきましたっつって、そうだ、違う人種だ、そう、全然知らん家にあいつ役払いにお守りを送る、やば、怖すぎるメンヘラ吐きしまくりでしょうか、そう、手紙と一緒に帰ってきたんです、怖い、怖い、ちょっと天然なんすね、そうそう、怖え、いや、おかん天然なんすか、天然にか、ほんまに危ない、あ、ほんまに危ない、うん、一緒っすね、じゃあ、いや、俺ホスト初めて何番組も他に20万ぐらいするプレゼント買ってあげた、おぉすごい、その、まあ、次の日に質屋に入れられたんやけど、はい、普通さ、バレへんようにするよ、はい、なんかやたらと俺に金を渡してくるんです、なんかあんたお金ないやろこれ使いとか、いや、お前にプレゼント買ってるし、その金どうしたんですか、え、拾ったし、いやいや、バレてるし拾ったバレてるし、拾ったやばいな、いやいや、交番届けようって、で、何番やったんって言ったら2万円になった、いや、10分の1されても20万あげるわ、わかん、ちょっとね、バグってるんで、今でもなんかあげるんですか、あげるあげる、全然あげる、全然あげる、俺この間、この間あれあげたよ、なんか電子レンジ、あ、いえいえ、あの、あれっすよね、名前が出て、ね、出てきて、もう今言ったやん今言ってないっつって、なんかあの、ね、うん、IH のやつね、うん、セロトニン、セロトニン、セロトニンが分泌されすぎて頭がやばいです今、うん、そう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 、うん、ハッピー、あと5分で終わるんで、じゃあ最後あね、途中参加のゆきねくんが、うん、なんすか、最後重大なお知らせがあるんです、うん、重大なお知らせある、重大なお知らせ、ね、真面目なやつだと4月に僕も昇格祭があるので、おー、 2days かな、多分打つんで、うん、俺もはいはい、それぐらいですかね、特にないっす。で、コート、ヨート、音符って入店さえしてなくない？え、てか、いやいや、してないっすね、俺以降してないっす、ゆきなやったやんか、だ俺以降みんなやってないっす、あ、え、じゃあ入店さえってなんすか、だから俺らが入店を今新人の子がお茶引いて、俺らイベントなんだっていう気持ちになる日、そう、おぉで、いや、俺らがめちゃめちゃシャンパンを入れなきゃいけない日、ちなみに俺とスバルと寮生の入店祭は、寮生とかスバルとクリスタル入れたりシャンパンめっちゃ入れたりしとったら俺一人おっちゃう、めっちゃ恥ずかしいから一人で裏で洗い物してたもん、そういう気持ちになるみたいな、そう、そういう気持ちになる日、そういう日もあるんですね、トーマさんにも、そう、あったあった、全然あった、全然あったよ、今やめっちゃ売れっ子、さすがです、さすが、ね、もうありがとうございます、俺の、お茶つけば売れっ子になれるっぽいよ、でも、え、じゃあそしたらもう超売れっ子になれる、お、なれるなれる、おっ、駅のお茶やった、いや、普通に呼びました、かっけえから普通にラストでしたよ、なので夏希さんにラスト負けたよ、3人の売り上げが、3人ってか、まあ、俺関係ないから2人やけど、コウ君すぐ売れそう、負けて、でも入店してまあまあ当たってません、どれぐらい、コウ今僕半年ぐらい、いや、そんな経ってないです、3ヶ月ぐらい、3、4ヶ月、4ヶ月ですね、俺もう幹部だったぞ、それやばいなそれは、俺はまあ1ヶ月目で幹部だったけど、すげえ、さすがっす、1ヶ月で幹部なれるさすがっすね、やっぱ前の店とかもあったから、あ、幹部からもう、はい、1分前です、1分前、幹部からじゃないけど、まあ、じゃあ、トーマ君締めてください、1分、そうですね、お願いします、1分で長い、30秒ぐらいだったら締めるんで、もう今、もう多分30秒前ぐらい、え、これ出る、出る、チャンネル押してる、え、30秒前出るっすよね、これ、ほら、出ます、知ってんねん、これ、はい、30秒待ち、30秒待ちね、30秒待ちの間に、真顔でカメラ見つめる、バレー、はい、こうが締めてください、皆さん、終わり、あかんことになる、締まらなくなる、はい、まあね、ちょっと1時間出たけど、まあしんどいな、これマジで30秒前、来週からもちょっと頑張っていくんで、うん、まあ、見てあげてください、はい、出ないですか、来週は、はい、来週はね出ません、はいはい、出ません、出ないです、出ません、出ます、まあなんで、うん、ちょっと多分これ見てる子とかでもあんま初回来てない来たりとかしたことある子とか多いと思うんやけど、これ YouTube にも上がるからね、お、まあ、来てねー、はい、バイバイ、バイバイ、会いに来てください、また来週、ありがとうございました、ありがとうございました、海外からね、楽しい怒っている監督に投げかけるすべもなく溜まり込んだことに疲れ何回目の錯覚だ笑っていたろうさっきまで使い込んだ仮面をやめ落胆に紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なほど溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。